街の風景でイネンハーフェンから市役所を望む。左側に見える住宅の手前には市の球場壁がある。タイガータートルを北方向から眺める。デュースブルクはドイツ連邦共和国の都市。ノルトベストファーレーン州に属し、世界有数の加工を持つ。人口は約50万人。ラインラント周辺では独特の綴りを持つ固有名詞があり。 この都市名もその一つである。辞典、辞書ではドイツ語の標準発音、DYSBRK をカタカナ転写したデュースブルグがもっぱら採用されている。一方でデュースブルグと表記されることもあり、この他にも様々な表記がある。ライン側とルール側の合流地点に位置する工業都市。世界でも有数、ドイツ国内では最大の加工を有する。 近隣の都市としては、約25キロ南に、デュッセルドルフ、25キロ東に、ゲルゼンキルヒエン、20キロ南西にクレーフェルトが位置する。約30キロ北西には、古代ローマの植民地を起源とする草ん点が位置する。ライン側とルール側の合流点という重要性に、注目した古代ローマ帝国の集落が起源で、一世紀の遺跡が発見されている。その後、 公益の場として発展し、1290年には帝国自由都市となり、15世紀初めにはハンザ同盟に参加した。しかし、17世紀後半にはブランデンブルクプロイセンに支配されることとなり、帝国自由都市を称することも禁止された。ここに大学設置を計画したユーリヒクレーベベルク校、ビルヘルム・5世はメルカトルを招いた。しかし、 皇帝とローマ教皇による大学設置の許可がなかなか与えられないため、メルカトルは1559年に設立された専門学校で教鞭をとっている。ビルヘルム5世が没した後の1655年にようやく大学が設置され、進学、法学、医学、哲学を要し、デュースブルクは大学都市として発展した。しかし、1818 18年に、 プロイセンのフリードリヒビルヘルム賛世によって廃止され、大学図書館蔵書の大部分は同年にボンに新設されたボン大学へ移された。現在デュースブルクにある大学は、その後の1891年に設立されたもので、2003年にエッセン大学と合併されてデューエッセン大学となった。19世紀以降は、 産業革命が進展する中で、ライン側とルール側が交わり、石炭資源がある利点を生かし、工業都市として成長した。第二次世界大戦で荒廃したが、戦後復興を果たした。1975年、周辺の地域を合併して、現在のデュースブルクが形成された。1980年代に石炭産業と、 鉄鋼産業の衰退で失業者が増えて、ドイツのラストベルトと呼ばれたが、2010年代からは言う、新大鉄道が開通して、欧州最大の内陸港として注目した、中国の一帯一路構想により雇用が生み出されて、活況を呈した。メルカトル図法で知られるゲラルドゥス・メルカトルが、デュースブルクで没した。セザルバトール教会に埋葬されている。ありがとうございます。